こんにちは、バイエンドです。今日は意外と男たらしな女の人の特徴を紹介していきます。男性からするとあんまりこの人あざといなとか、この人結構計算高いなとか、わかんないことって多いと思うんですけど、女の人から見るとその人結構やめといた方がいいよっていう女の人の特徴って割とあったりするんで、紹介していけたらいいかなって思います。ちなみになんですけど、いつも2階の部分で撮ることも多いんですけど、たまにこの1階のベッドのこの前に撮ることもあるんですけど、こんな風にいろんなものを貼り付けたんですけど、見てください、上に草が生えました。完全な私の独自のセンスでやってるんですけど、上がこんな風に草が生えて、ここがもうちょっとね、もっともっと増やせたらいいなと思ってるので、バイアンド DIY 部としてちょっと頑張りたいと思います。バイアンドチャンネル。まず一つ目にあるのが、男女の友情は成立するって言い張る女。男性の皆さん、本当に気をつけた方がいいと思う。実際本当に成立してる人もいるんですよ。例えば私この間とかだと、幻ツインズっていう二人組のすごい可愛い女の子たちとコラボをしたんですけど、その時にその女の子の中で出てたさつきちゃんっていう子が、男女の友情は成立するって言ってたんですよね。その理由が、本当に成立する環境で育ってきたからっていう話をしてて、もちろんそういう人もいると思うし、男女の友情が成立することもあると思うんですよ。なんですけど、何が問題かっていうと、その問題はそういう男女の友情は成立するっていう言葉にあやかってめっちゃ近づいてくる女の子なんですよね。ちなみに私、そのコラボ動画をもし見てくれた人がいたらわかると思うんですけど、そのコラボ動画でもちょっと喋ったんですけど、私は男女の友情は絶対成立しない派だと思っていて、その言葉にすごいあやかりたくないんですよね、自分は。これは完全に私の個人の意見なんですけど、実際に友情が成立したとしても、なんかそういう風にこう言葉としてあやかるだけで実際に近づいてくる人には特徴もあるんですよ。これ覚えといたら、この人はその言葉にあやかってるだけだっていうのが分かるし、もしもその特徴が当てはまってなかったら、多分この子は本当に友情を成立する派だなって思ってるって分かるんですけど、それが服装とかの見た目なんですよね。なんやかんやメイクバッチリしてたり、なんやかんや髪型バッチリ決めてたりとか、抜け目ない女の人バッグとかもすごいいいものを使ってたりとか、頭の先からつま先まですごい美意識が高い感じの人とか、モテ仕草って言われてるものを割と果敢にやってる人とかで、男女の友情が成立するってめっちゃ言い張ってる人はちょっと危険かもしれない。なんやかんや男の人を男として見たり意識してたりする中で、その言葉にあやかってる可能性があります。これはもしかすると逆もしかりであるのかもしれないんですけど、ちょっと女の人でこれ言ってる人はちょっと注意した方がいいかもしれないなと思います。2つ目、自分を下げてるように見せて庶民派を見せる女の人。例えばメイクをちゃんとしてる人のことを見て、そんな気合い入れててすごいねとか、私なんか全然自由とかだよ全部って言っちゃうとか、こういう風に言うと自分のことを下げてるように見えると思うんですけど、裏の意図としては、恋愛にそんなにがっついてないですよ、男の人にがっついてないですよアピールをしたりとか、自分はお金がかからない庶民的なアピールをしてるってのも言えたりするんですよね。なのでこういう風に言ってる人って男の人から見ると、お金かからなくてすごいいいねと思うかもしれないんですけど、そういうこと言う人ほど男の人を意識してその発言をしてる可能性があるから、むしろ結構恋愛にがっついてる可能性があります。次、持ち物は可愛いけど中身がぐちゃぐちゃな人。これもよく見た方がいいと思います。あんまり女の人の持ち物ってそんなに男の人から見たら見れる機会ってないかもしれないんですけど、まあ、今って結構カバンがちっちゃくなってたりするんで、もしかするとそんなに中身をぐちゃぐちゃにしてる人も少ないかもしれないんですけど、中には見た目はすごい整えてる感じでカバンもいいもの使ってたりとかしてるけど、中にすごいゴミが入ってたりとか、あとポーチの中がすごいぐちゃぐちゃになってたりとか、入れてるものを取り出した時に変にぐちゃぐちゃで折り目がついてるとか、そういう風にカバンから取り出すものが汚いっていう人、これも気をつけた方がいいと思います。外面は綺麗に保ってるんだけど、そういう人って見た目だけ良くしてればいいと思うタイプの典型例だったりするので、なので割と恋愛のテクニックとかはすごい考えたり上手かったりするけど、男の人のことを実際にすごい大事な存在として見てなくて、ただのその自分に告白させるための自信をつけさせるためのツールとしか思ってないとか、これ結構実際に今一女子として思うこととしては、本当にいい子はずっと同じものを長い間
間綺麗な状態で使ってる人が一番だと思うんですよ。だから例えばメイクポーチとかも見た目が綺麗とかじゃなくて、年代的な色味とかキャラクターとか古そうだけどでも状態が綺麗とかね、あとハンカチとかも新しいものとかじゃないけどでもすごい状態がいいみたいな、そういうものが多いのかなって思います。だからね、女の子の持ち物とかは結構見た方が分かりやすいと思います。じゃあお前はどうなんだよって思うかもしれないんですけど、なんか私が私の評価をすることができないので、主観的になっちゃうから、私自分自身のことはちょっと分かんないんですけど、でも今日言ったそのカバンの中身がぐっちゃぐちゃな人はちょっと気をつけた方がいいと思います。それ以外でも例えばお財布の中のレシートがパンパンとか、プリクラがめっちゃ入っててパンパンとか、そういう状態の人もちょっと見た方がいいかな。これだと多分会計の時とか分かりやすいと思います。男の前だけで運がやけに高い女、なるほどね、うんっていうこのテンション感、絶対女の子同士の会話で絶対出てこないんですよ。だから女の子と喋ってる時にちょっと高いなと思ったら、今の声ちょっと再生してください。この秒数の時のちょっと再生してみて、これと近い音かどうかっていうのを確認してみたいと思います。女の人で男の人の前にするとすごい声が高くなって、相槌が優しい感じっていうか、可愛くする人って割と多かったりするんですけど、元から声が高い子とか、もう声優目指してる子とかじゃない限りは、今の音程で運言ってる女の人なんてまずありえないから、ちょっとこういう感じの人は結構男の人に好かれたいと思ってるとか、男をすごい意識してやってるとかっていう風に思った方がいいかもしれないですね。ただこれはあざといっていうよりかは直接ではあるかなとちょっと思います。注意してください。あと LINE の名前がイニシャルだけの女、これ男の人もあるんじゃないかなと思うんですけどね。 LINE の名前をイニシャルにしてる人は大体はマッチングアプリとかいろいろやってる人なんじゃないかと思います。いろんな人と会ってるからこそ、ちょっと名前をね、偽名とかでも分かりやすいようにしてる人とか、あと夜系のお仕事をしてる人とかなんじゃないかなと思います。イニシャルだけじゃなくてハートだけとかね、あと背景が真っ黒とか、そういう風にちょっと自分のプライベートな部分がすごい闇に包まれた感じの人とかは、もはやモテようとする仕草とかではないんですけど、結構遊んでる可能性があります。なのでこれは女子同士でも分かる、この子結構遊んでんのかなみたいな、 LINE の名前イニシャルだけになったみたいな分かったりするんで、ちょっとそういう人で、かつ結構恋愛上手だなこの人ってもしも思ったら、結構経験値が高い人なのかもなって思ってもいいと思います。次、たどりでバチバチに決めてくる女、これすごいちょっとインスタでその実際にもらったものだったんですけど、すごい分かるなと思うのが、たどりで綺麗に決めてる人って、その自分のいい角度とか自分のその分かってるんですね。結構女の人の方が、男の人は もちろん自撮りとかたどりする人いると思うんですけど、女の人の方が今って加工とかインスタ映えとかそういうものを結構気にしてたりとかするじゃないですか。女の人だけじゃないと思うんですけど、でもそれが故にめちゃくちゃ写真とかを撮ってそれを決めてたりするから、本当に自分のいいところを知ってる人っていうのが、結果的にこういうたどりでバチバチに決める女っていうのに出てきてるのかなって、ちょっとなんか私も何言ってるか分かんないんだけど、こういう風に自分のいいところをめっちゃ分かってる人って、どちらかというと男たらしの可能性があるんじゃないかっていう意見なんじゃないかなと思います。ということで今日はいろいろ紹介していったんですけど、心理学でどうとかっていうよりかは、結構ね肌感でそう感じるっていうことが多かったりとかするので、あーなんとなくそれわかるかもみたいな風にどこかでね共感してくれてたら嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。最後まで視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイエンドでした。バイバーイ。うーパン。あー僕はまだ気づいて